こんにちは、チョンラクタイトヨでございます。今回もご覧いただきまして誠にありがとうございます。この動画を撮影しております本日は2023年11月22日でございます。今年も残すところあと1ヶ月余りということで、この年末年始にタイに旅行に行かれる方も多いことかと思います。その年末年始のタイ旅行、 これから航空券を予約しなきゃいけないという方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。そこで、この年末年始、バンコク行きの航空券がいくらになるのか、先ほどスカイスキャナーで調べてみましたので、ご紹介させていただきます。なお現在、インターネット予約が進んだことにより、航空券の料金は刻一刻と変化しております。これから紹介します料金は、11月22日、日本時間 午後9時頃に調べたものでございますが今現在すでにこの金額では買えないものもあるかと思いますどうぞご了承くださいまたこれから紹介します金額は実はそれよりも安い航空券というのもあるのですが乗り継ぎ地点で一泊するような工程の航空券は省かせていただいております基本的には乗り継ぎ地点で一泊することにも 費用がかかるものと思いますのでそちらの方は省かせていただいております、はい、では紹介させていただきます今回は東京発万国行きということで限定をさせていただきたいと思います今年のカレンダーを見ますと12月の23日が土曜日になってますので年末年始のお休みで旅行に行かれる方はまあ、早くても この12月23日出発からになるかと思いますので12月23日以降の出発日について紹介をさせていただきますまず12月23日土曜日出発現在最安値はえこちら中国東方航空を使ったものでございます金額が3万9847円でございます ただし乗り継ぎは上海本オと深セン2回乗り継ぎとなってますただ時間的には羽田をお昼過ぎに出発をしましてバンコクスワンナプーム空港到着が3時10分少し待てばエアポートリンクなども走る時間帯になりますので時間的にはそんなに悪くないかと思いますちなみにこの12月23日出発の直行便で最も安い金額は 成田21時15分発のエアーアジアで5万7230円となっています続いて12月24日日曜日の出発ですこの日の最安値はご覧の通り同じく中国東方航空金額が3万9660円となっておりますただしこちらの方は23日出発と違って 上海、プートン空港、1回のみの乗り継ぎとなっています。しかしながら、この上海での乗り継ぎ時間が10時間30分という大変長い時間になってますので、この乗り継ぎ時間をどうするかということを考える必要があります。人によってはね、この間に上海の観光に行かれる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。上海でですね、こんなに待ちたくないよという方ですね、同じく中国東方航空の便で、 出発は同じ朝8時40分ですね。そして、上海での乗り継ぎが3時間で、バンコクスワンナプーム空港、夕方5時50分到着、こちらで4万6547円となってます。時間的にはこちらの方が全然いいのですが、金額が先ほどの10時間半待ちのものと比べると7000円ほど高くなってますね。 7000円といえば、タイで宿泊費2泊分ぐらいの金額に相当しますので、そちらをまあどう考えるか、それぞれかなと思います。はい、ちなみに、この24日発の直行便の最安値は、同じく時成田21時15分発エアアジアで7万1050円となっております。はい、続きまして、12月の25日、月曜日出発。 最安値はこちらのえ、またまた中国東方航空ですね。中国東方航空なんですが、実際は、えー、上海航空が運航している便のコードシェアになります。えこちらで3万9000、飛んで82円になります。しかしながら、こちらの工程ですね。羽田空港から到着するのが上海のホンチャオ空港。 そして、バンコク行きの出発が上海のプートン空港ということで、空港間の移動をしなければなりません。えこの間ね、荷物ある方はもちろん荷物を受け取って、自分で、まあ、バスなり列車なりを乗って空港間を移動するということになります。のでね、その費用が追加で余分に必要になります。ではね、このように上海で空港移動したくないよという方のために、一番安い金額ですね。はい、こちらですね。成田 朝7時に出まして、関空まで、えー、ジェットスター、そして関空からタイベトジェットエアに乗って、台北経由でバンコクスワンナプーム空港。こちらが4万420円になります。先ほどの上海の継ぎと比べると、金額的に1300円ほどですかね。1300円ほどの違いですので、おそらく上海の 乗り継ぎにかかる費用なんかも考えると、金額的にはほとんど変わらないんじゃないかなと思います。まあ、ただ、こちらですと、え成田、朝7時出発ということで、まあ、この時間に成田空港まで行くのに費用がかかるかもしれませんね。はい、あと、お昼の出発ですね。成田空港13時50分発の、えー、中国東方航空、こちら、プートン空港で乗り継ぎ。 この工程になりますと42,969円になります。まあ、こちらの方が現実的かもしれないですね。この日の直行便の最安値はエアアジアで57,230円になります。続きまして12月26日火曜日出発便です。最安値は前日の関空経由ですね。 成田7時に出発しまして、関空で乗り換えて、バンコク・スワンナプームに夕方5時に到着するという工程でございます。この同じ工程で、料金が44,610円でございます。ちなみに、直行便、この日の最安値は、同じくエアアジアで86,230円です。 ですので、前日の12月25日出発に比べて、エアアジアは3万円ほどね、1日で値上がりしてますね。エアアジアでこの金額で行くのであれば、どうしても直行便という方でしたら別ですが、こちらのベトナム航空ですね。ベトナム航空のホーチミン経由、こちらが5万6400トンで7円となっております。ですから、 こちらの方が現実的かなと思います。あと、大韓航空のインチョン経由で6 66, 万6601円などというのもございます。続きまして、11月の27日水曜日出発です。最安値はこちらの中国東方航空とエアアジア乗り継ぎの工程ですね。こちらで5万2680円でございます。ただ、 この工程ですね、なかなか面白いんですが、私はちょっとこの工程はね、正直怖いかなという気がします。というのは、まず上海の本茶を空港で乗り継いで、その後に生徒ですね、こちらの方で乗り継ぎなんですが、この生徒で、 中国東方航空からエアアジアに乗り継ぎの時間がご覧のように2時間45分となってます。この時間が結構怖いんですね。中国東方航空の国内線ですからね、これが遅延するという恐れもね、なきにしもあらずですよね。最悪この便が遅延して、対このエアアジアの便に間に合わなかった場合ですね。これもちろんエアアジアの航空券は保証されませんので、 パーにななって買いいい直しをしをいということになりますよね、えー、この日の深夜について果たしてその後いつの便が買い直しをできるのか、えー、その費用というのはまるプラスでかかってきますしこの時間ね夜12時ということなので、まあ、この日は生徒で泊まらなければ いけないといとうことになりますこの生徒の空港ね一晩いられるのかどうかちょっとわからないですけどね場合によってはここで急遽ホテルを取らないといけないということにもなりかねませんので私でしたらちょっとこの経路はねきついかなという気がしますちなみにこれ以外のルートですとえ前日の関空経由ですねえこちらの同じスケジュールで5万7000飛んで20円となっております また、直行便の最安値は、この日もエアアジアで8万5230円です。参考までにね、関空まで飛びまして、ピーチですね。えー、ピーチで夜、スワンナプーム空港に着きますよというね、こちらの工程ですと、6万3300円となってます。ですからね、こちらの方がまあ、いいのかなという気もしますね。続きまして、12月の 28日日木曜日ですねこの日の出発で最安値はご覧のような工程です。5万5千647円となってます。上海で1回乗り換えまして、その後、広、えー、州ですね。こちらから Q ウェアという、私も初めて聞いたんですけどね、こんな空港航空会社があるんですけね、えー。夜中に広州を出まして、 も深夜真夜中ですね。2時30分にバンコク、スワンナプーム空港に到着するという工程でございます。こちらが55,647円になっています。旧屋アて、何と思ったんですけどね。まあ、こんな航空会社みたいですね。中国の Q 玄航空っていうのかな。はい。えー、こんな航空会社みたいです。 でこの日の直行便の最安値なんですけども、この日はエアアジア満席なんですかね。えー、出てくるのがタイ国際航空です。お値段は12万2735円でございます。続きまして12月の29日、金曜日出発の便ですね。この日の最安値はご覧のような、えー、イースター航空ソウル経由ですね。こちらで 77, 円となってますもうかなりね、年末になって近づいてきて、えー、高くなってき,、ま、きてますので、この日あたりがピークなのかなという感じなんですけどね。で、この日の直行便の最安値、ね。この日も直行便は同じく、タイ国際航空の12万2735円が最安となっております。続きましてね、12月の30日土曜日でございます。 この日の最安値はご覧のような、えー、上海乗り継ぎの中国東方航空でこれで金額が3万3900トンで6円になってますですから前日はね結構高かったのでもうどうしてもこの12月29日に出発したいという、ね、方以外は、まあ、1日削って12月30日に予約をされた方がいいのかなと思います それ以外にも、成田空港ですね、1時間半ほど遅く出発しまして、スワンナプーム空港に1時間ほどかな早く着く、こちらの、ね、航空券もあります。でこちらが3 3941円ということで、まあ、先ほどの待ち時間の長い航空券とほとんど金額的に変わりませんので、 まあこちらの方を利用された方がよろしいかと思います。でこの12月30日発の直行便の最安値はエアアジアで9万4千飛んで39円となっております。そして大晦日十12月31日ですね。この日の最安値もこの同じく中国東方航空です。えー、金額が3万3888円ということで、まあ、12月30日と31日は。 今のところほとんど変わらないということになりますね直行便なんですけどこの日の直行便の最安値はエアアジアの6万2230円ということですので直行便エアアジアだけで比較すると前日の12月30日よりもこの日の方が3万円ほど安くなっております以上が12月23日から12月31日出発までの東京からバンコク行きの航空券の料金でございました 続きましては、帰りの便、バンコクから東京までの航空券の料金を紹介いたします。今年のカレンダーですと、1月の7日が日曜日になってますので、お休みの長い方でも1月7日までには日本に帰ってくることになるかと思いますので、1月1日から1月7日までの金額をご紹介をいたします。まず、1月1日ですね、えー。この日に東京に帰ってくる フライトでございます。最安値は21,940円でございます。スケジュールはご覧の通りでございます。クアラルンプール経由のエアアジアですね。バンコクドームワン出発が6時40分ということになってますので、もうカウントダウンが終わったらすぐに帰ってこなければいけないというようなね、えー、感じの時間になります。こちらでね、21,940円ですから、かなり金額的には、ね、安いですけどね。この日の日 直行便の最安値です。エアアジアです。11時55分発、成田空港に20時ちょうど到着で5万2310円。こちらが1月1日に東京に到着する便の最安値でございます。続きまして、1月の2日に東京に到着する便の最安値でございます。このような香港経由の工程になります。金額がですね4万 70円ですただこれ、香港から成田まで、なんですかね、グレーターベイエアラインっていうんですかね、これ、多分香港の航空会社なんでしょうけども、はい、こちらの、ね、航空会社に乗ってくるそうなんですね。で、時間が、乗り継ぎは1時間15分ということになってますので、これ、もし荷物預けたりしたら、乗り継ぎができるのかどうかなっていうね。 えそんな感じがいたします。ちょ,、まあ、ちょっと心配ですけど、まあ、一応こういう航空券が出てまいります。はい直行便ですね。えー、直行便の場合は、ジップエアでございます。ジップエアが前日1月1日の夜23時45分にスワンナプーム空港を出発しまして、朝7時30分に成田空港。 到着ですねこちらが4万2955円でございます。1月2日にバンコクを出発しまして、1月2日に東京に帰ってくる。こちらはね同じくエアアジア s i a で6万2750円となってます。続きまして、1月の3日に東京に帰ってくる便でございます。こちらの最安値はご覧のような中国国際 航空エアーチャイナですね。の公衆経由、えー。公衆経由ですけども、こちらは、クイの州のね、半丁ですね。元朝じゃなくて半丁ですね。の方の公衆経由で、これが4万3044円となってます、えー。直行便の最安値は、エアアジアの7万4977円でございます。はい、続きまして、1月の4日に東京に帰ってくる便ですね。 こちらの最安値が香港乗り継ぎの香港航空ですねもう夜中に香港で乗り継ぎをしまして朝成田到着です出発は前の1月3日の夜8時ということになってますこちらが4万7000トで80円でございます直行便の最安値はこちらもエアアジアで5万7180円です続きまして1月5日 に東京に帰ってくる便ですねこちらの最安値が、ご覧のような香港航空。え先ほどの香港航空とはえ、時間帯が違いますね。明け方というか未明,未明ですね。もう空港行くのは夜中ですね、はい。夜中に空港に行って、え夜成田空港に到着するこちらの香港航空の便で、えこちらが3万2150円になっております。 直行便で最も安いのは前の夜23時45分にドンマン空港を出発しますジップエアで金額が4万380円そして昼11時55分にバンコクを出発しますエアアジアが4万4240円となっております続きまして1月6日土曜日東京到着の最安値は こちらは同じく香港乗り継ぎなんですけどもタイエアアジアとまたしてもこのねグレ、えーターベイエアラインズこちらの乗り継ぎですねちょっと時間が非常に忙しいというはいこちらで3万7260円となっています直行便の最安値はジップエアで4万4790円お昼のエアアジアは5万3000トンで40円となっています はい、では、1月7日の日曜日に東京に帰ってくる便の最安値でございます。ご覧のような、えー、タイガーエアとスクートの乗り継ぎ、台北での乗り継ぎですね、こちらの工程で4万6236円となっております、えー。こちらは出発は前日1月6日の深夜の11時ですね、ドンマン空港出発ということになります。 1>, で1月7日にバンコクを出て、1月7日のうちに日本、東京に帰ってくる便で最安になりますと、こちらのスケジュールになります。スワンナプム空港、明け方の4時20分に出まして、またしてもグリーターベイエアラインズで成田空港が夕方4時10分到着ですね。こちらのスケジュールで。 47,690円となってますこちらですと時間帯がちょっと変わってて香港で3時間の利次になりますので、まあ、こちらだとね結構ね余裕がありますね、はい、ちなみに、えー、この日の直行便の最安値は前日の夜にバンコクを出てくるジッペエアが57,660円1月の7日のお昼に出てきて1月7日の夜に 東京につきますエアアジガーが58,540円ということになっています。はい、以上が1月1日から1月の7日までに東京に帰ってくるバンコク、東京の航空券の最安値の紹介でございました。冒頭に申しました、この航空券の金額っていうのはね、もう本当にあの刻一刻と変わっております。今、現時点でももうすでにね、この金額では買えないよっていうのもたくさんあります。あと このね値段見ながらタイミング待ってるっていう方もいらっしゃいます。ただこの時期ですね、基本的にもう金額はね、上がる一方だと思います。タイミング的にね、若干金額が下がるっていうタイミングもあるんですけども、ただ基本的に下がったとしても、ビビたるもので、もう少し下がったなっていう感じでね、上がるときはもう一気にね、何万円とか上がったりしますので、あのタイミング見計らってる方は、 もうこの金額だったらしょうがないなっていうね、そういう金額が出たんだったら、もうその見つけた瞬間にね予約をされた方がよろしいんじゃないかと思います。本当にね、もう本当なんか大きな事件とかでもなければ、えー、この時期ね、ねこの1ヶ月間、航空券はね上がって、えー、金額上がっていく一方だと思いますのでね、まあ、その辺、皆さんのご判断で。 良い航空券を購入していただきまして、タイ旅行を楽しんでいただきたいと思います。それでは今回の動画はこれで終わらせていただきます。ご覧いただきましてありがとうございました。